叶えるお店楽よ。本日夢を叶えることができました。マスター三木さん、よくはじめスタッフの皆様、本当にありがとうございました。本日はどうもありがとうございます。でも、もともと来るきっかけっていうのは松山千春とはちょっと違うところだったんですよね。そうですね、あのお店は知ってたんですけど、楽よっていうお店が、まあ、拓郎オタクのお店なのかなと思って、拓郎ほとんど聞いたことがなかったので、まあ、2017年9月9日に、楽よ初めて来させていただいて、まあ、5年ですかね。そこから、まあ、半年ぐらいして通ってると、
常連のお客さんからギターやったらいいんじゃないのって毎回言われるようになって、それで2018年の6月3日にお茶の水で買いました。そこからですね。あ、最初用水で来た。用水で、そうですね、用水が大好きだった。用水で、あの菊ちゃんもそうなんですけれども、先ほど のちょっとカツラをかぶったあの菊ちゃんもそうなんですけれども、歌がすごく上手なんですけれども、ギターを弾かないっていうところで、多分土井ちゃんもすごく歌が上手なのにギターを弾かないっていうところで、みんなに勧められて弾いてっていうところで今日に至ってると思います。